イスカメガロスです。今日は川に来たんでね、網でどんどん魚を取っていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。カメゴラス、めちゃくちゃ綺麗な川ですね。めっちゃ魚いそう。魚が入りました。はい、多分ね、追い川だと思います。追い川のね、ちっちゃいのが取れました。多分ヨシノボリですね。はい、多分またね、追い川。まだね、同じ魚が取れました。たくさんね、めっちゃまた稚魚が取れました。朝の川はやっぱり綺麗ですね。まあ、外来種が一匹も取れてなくて在来種ばっかりなんで、すごいいい川だなと思います。また多分ヨシノボリ。よいしょ。お、どんどんサイズアップしますね。多分ヨシノボリかな、違う気がするですけど、まあ多分ハゼ科の魚だと思います。また同じですね。よいしょ。まためっちゃ綺麗な柄取れましたね。よいしょ。はい、たくさん取れました。エビもね、今回初めて入りました、ね。在来種ばっかりです。はい、岩をね、はぐったらカニがいましたね。これ、権利がいるんでね、すぐにリリースしようと思います。バイバイ。はい、なんか、ヤゴっぽいものが入りましたね。また稚魚がたくさん取れました。はい、岩の下ね、はぐったらヘビトンボの幼虫だと思うんですけど、いましたね。よいしょ。なんかたくさんちっちゃい魚っぽいものが入ってますね。稚魚がたくさん入りました。はい、今ね、石はぐったらハゼ科のね、多分魚だと思うんですけど、取れましたね。めっちゃいいサイズのハゼですね。多分在来だと思います。またね、入りましたね、でっかいハゼが。多分在来だと思います。いいサイズですね。またちっちゃい多分モイカワですね、入りました。はい、またね、岩の下に来ましたね。まだ、またいいサイズが入りました。はい、今ね、岩の下はぐって出てきたのが、超でかいサイズの手長指ですね。在来種です。めっちゃいい方。はい、
またね、岩の下はぐったら手長エビが取れました。アユがこの川いるって言ったと思うんですけど、この石がね、すごい分かりやすくて、アユはね、石についた苔を削ぎ取るように食べるんで、こういう跡がつきます。はい、今回はね、手長エビと、見づらいな、モクズガニがね、取れました、一緒に。モクズガニはね、権利がいるんで、すぐに逃がします。はい、こういう感じでね、今回の動画終わろうと思います。まあね、在来種ばっかりで外来種一匹もいないって状態で、しかも数の少ない減っているね、在来種が多く取れたんで良かったと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。